はい、青森ねぷたの皆様、今回はご出演ありがとうございます。ただいま、見ていただいておりますのが、ミッションメモリアルという、市の歓迎会をする会場になっております。こちらの方で皆様のパフォーマンスをお願いしようと思っています。大体客席がこんな感じになっています。一周、館内見ますと、こういう形。お客様はこちらの入り口から入ってまいります。そして、皆様方の荷物の搬入搬出はこちらの、窓の方から来ていただき、すぐ目の前がステージになっております。で、セットアップですとか、対抗ですね、もし大きなもので運ぶのが、大変な模様であれば、このステージの前、ステージの前に、セットアップをお願いできますでしょうか。ステージの前、だいたい、幅がこれほど開いております。で、こちらの方のステージの前で、セットアップをしていただくか、まあ、ステージの上でももちろん、搬出が容易であれば構わないと思います。で、こちらの方、出入りをしていただくのはこちらのドアになってますので、階段がちょっと一つございますが、それ以外は、フラットですね。あとはこちら階段を上っていただきまして、ステージという形になります。だいたいこんな感じになります。で、ステージの方をもし使っていただくとなると、ステージの広さですね、奥行きは結構ございます。この白いテープの前には出ることはできません。立ち入ることはできません。そうしまして、ステージ側から、観客席を見ますと、こういう形になっております。ですので、5名様のパフォーマンスで、まあ、このステージということであれば、十分かなと思います。一応今のところの予定ではこの後すぐに、皆様のパフォーマンスの後すぐ、市長のご挨拶がございますので、演台を、真ん中に一応今のところ置く予定になっておりますが、皆様がステージの上を使われるということであれば演台のセットはその次のタイミングにさせていただこうと思います。今見えていただいているのが、搬出搬入の、場所になります。こちらの方が、この壁の奥の方からお客様が入場してくると、そちらの方から皆様入場していただいてももちろん構いません。はい、大体このような、イメージになっております。ご検討いただきまして、またご相談をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。